落山大仏は、中国、四川省落山市にある、弥勒菩薩をかたどって掘られた巨大な魔害仏であり、石窟寺院の一種である。ガビ山と、落山大仏として、近隣にある、ガビ山と共に、ユネスコの世界遺産に登録されている。落山大仏は、ガビ山地域内の長江の支流、民江、大都科、聖江降が合流する地点にある。 近代以前に作られたものでは、世界最大、最長の仏像であり、石像である。顔は百条分、岩山を掘り、90年かけて作られた。高さは71メートル。東大寺の大仏の5倍にも及ぶ。当時、多くの大仏が国家によって作られたのに対して、落山大仏は民衆の力で作られた。 右足肩から見上げる落山大仏大仏の左肩側から見下ろす景観落山大仏は、工術の遺札器が合わせた。過終量運時代臓器の伝えるところによれば、開元元年、落山周辺では、塩が大量に採れ、年間の生産工は、現在の価格に換算すると1000億円以上で、その成功を仏様に感謝したいという機運が高まったことと、 当時頻繁に起こっていた塩を運ぶ大道脈である民工の水害を大仏の力で収めてもらおうという願いから、宗の海通が民衆の伏せのもとに寺院、両雲寺に隣接する崖に石像を掘り始めた。天保2年、海通りは大仏が完成する前に亡くなったが、県南西側節土市であった伊佐月が建設を受け継ぎ、上限19年に完成した。 川の合流地点に工事で出た大量の土砂を投入することにより川底が浅くなり海通りの糸通りに水害は大幅に減ることとなった。完成当時大仏は大仏造格と称する13層の木造の建造物に覆われ包囲には金箔、銅には朱色が塗られていた。さらに湯水を外に逃がすための排水口。 そして、雨水を効率よく逃す溝が掘られていた。しかし、秋代末期に建物は、焼失、大仏も風雨にさらされて、色が落ち、雑草に覆われていった。修復は1962年になって、ようやく行われた。その際、像の胸の部分から秋代に開けられたと見られる穴が、発見され、経典などを入れるためのものであったとの推測が、なされている。 最近では、三生雨によると思われるシミが見られる。落山大仏は1996年、比較的近隣にある仏教の一大聖地、ガビ山と共に、複合遺産、ガビ山と、落山大仏の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。2018年10月8日、大仏の胴体の破損を修復する工事が行われ、2019年3月末に完成した。 その後、修復した後の写真として、顔の部分を画像処理ソフトで加工したものが、インターネットを介して出回ったため、修復に批判的な意見が見られるようになった。2020年7月から8月にかけて、長雨が続き、大仏に面する川が増水。2020年8月19日までに、大仏の足元まで水が達する状況になった。施設の大きさは、 全高約71メートル、増高約59.98メートル。近代以前に作られたものでは、世界最大、最長の仏像であり、石像である。また、増高で、第2位にあった、バーミアンの大仏が破壊された現在では、これに迫る古仏は存在しない。ありがとうございます。